せーの、フィブスでーす。エチだよー。今回は SSJ、うん、ショットショージャパン、はい、2022春の部、はい、はい、プレさんがたくさん、ショートを作っていただきました。頑張りました、はい、今回はそれの総集編ということで、2人で見ながら総集編を送りたいと思います。ます。はい、それでは行きましょう。ダラダン、ボードドラゴンワークさんです。ボードさんとドラゴンさん、桜かなり増えましたね、種類かなり、カラーも、はい、ファーストさんいろいろ増えましたよ。パワーアップして今の作品、はい、ついに20ミリレールに、ですよ、ね、そうです。今までつけれなかった M ロックの天面とかそういうところにもつけれるようになると、はい、そうです。マガジンキャッチボタンですね、 VSR なんです。押しやすくね、出っ張ってるので、あと真鍮の滑らかさと荒波アームズ新商品、今ストックもね開発してますね。ストック素晴らしい。魔法のカードが使えるようになったと聞いたので、いいですか。まだ決済終わっておりません。しば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 、ではさあどうぞ。じゃじゃん、緑、グリーンパール、ブラック、マジョーラです、ね、ボードドラゴンマークさん、初カラーだったね。ありがとうございました。ありがとうございました。チャンネル登録よろしくね。チャンネル登録してね。フェッチです。今回はリエル工房さんお邪魔させていただいてます。リエル工房さんといえば本業はね、カスタムさんの方ですからね。カスタム品ですね。アスターというともアサシンバレル、オリジナルバレル、レンジ回収率アップ、あの調整技術を持っての完璧の調整技術を持ってらっしゃいますので、じゃんけんじゃねー。 VSR のカスタム、ショーンカスタム、ロングレンジ命中力アップ。気持ちよくなれるよ。サプナシ、サプナシ、現地で聞くともっとメカのシアの落ちる音、どうしても音拾っちゃうからね、うん、カメラのね、シアの落ちる音が全然、じゃあ基本アサシンなんで、商品はこんな感じです。10回お願いしていいですか。はい、特徴がさ、クリス・ベクターやったね。グレイティフショーです。クリスのおっぱいのカップですね。誰も聞いてる。というわけで、今回はビエル工房さんお邪魔させていただきました。風物チャンネル、チャンネル登録、高評価お願いします。フェッチです。今回は青ヘイトカスタムさんにお邪魔させていただきます。青ヘイトカスタムお願いします。ふわっと目を引くのがやっぱり木製。海外とかだとこういう国あるんで、日本ではまだあんまりやってはる方も。やばー、 MP5 のストックまであるじゃないですか。 MP5 はこういう感じですね。ワンポイントとかでも全然可愛いし、ハンドガードについてるような感じ。これは M ロック企画、あ、真鍮染色さんのコラボのやつ。そうですね、はい、うちはこの木の部分を担当させていただいてます。猫耳ある。猫耳可愛い。ボツって感じだけど、こういうのつけると可愛いかな。プレッチが持ってるパンツのやつもある。ニークグッチじゃない。いつもお世話になってます。あ、ありがとうございます。リコルカーのチードローダーのホルダーです。こっちがオリジナルでやらせていただいてます。このハンドガラスすげえ。お笑えるぐらいかっこいい。というわけで、アオヘイトカスタムさんお邪魔させていただきました。ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。フルチです。今回はミリタリーショップ虎山さんにお邪魔してます。ミリタリーショップ虎山さんは ICS エアソフトなどの海外製エアガン本体やパーツを多く取り扱っており、各種実物装備を取り扱っているショップさんです。宮間フォレストフィールド虎山さんがフィールドオープンされるそうです。4月3日です。こっちが革の部分が結構いいやつなんですね。これが革、こっちがヘリコン、革のも質感が違うもんね、うん、ヤギ革めっちゃ馴染むいい革ですよね。めちゃめちゃ左手に3500円、右手に8000円。フィット感が全然違うし、同じ S サイズなんですけど、この指の余りが高い方がなくて、手のひらのが浮かずにこういうフィットしてくれるから、握り心地も多分いいと思う。親指部分はクリーニングクロスになってるらしい。詳しくは LA チャンネルで。10回、ナミオさん回、27番、17番、いい思いさせてくれね。ミリタリーショップ虎山さんお邪魔させていただきました。冬物チャンネル、チャンネル登録高評価もお願いします。フェッチです。今回は田村装備開発さんお邪魔させていただいてます。田村装備開発さんといえばね、肉体と戦うためだけのギア。目玉はですね、今回これですね。M バンドっていうんですけど、手の内の操作っていうものをバランスよくするために端子ですね。これを意識させることで、この親指からの操作っていうのがちょっとバランスが良くなるんですね。なのでスッて構えた時とかに非常に目の前に素直にサイトが来やすい。左と右を意識して楽にして下げて楽にしてそのまま下げて。そう、合うんですよ。これすごいよ。本当にフィット感すごくて、ブレにくい。プレットが握力ないからブレたりとか多いんだけど、横ズレが本当にない。これすごい。
私が元陸上自衛隊のちーちゃん、そして頭の上にいるのが心の支えである相方ピーちゃん、二人合わせてチッピーちゃんズです。カラカラ声出てるな。アグレサーウルさんとピーちゃんさんとお邪魔してます。はい、はい、いらっしゃいませ。もう定番になりつつありますかね。はい、はい、今回はでもじゃんけん、最初は拳一個分じゃんけん、はい、はい、さあ今日はこじこめん、はい、はい、しゃー、これが3等陸装です。3等陸装です。パチンじゃなくてグッてやるタイプ。あ、しっかり入る止まる。そう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 、こういうタイプ。アグレッサーブグループさんとカプコンさんに提案されてバイオハザードモデルになった。というわけで、今回アグレッサーブループさん、チッピーちゃんズお邪魔しました。チャンネル登録、高評価お願いします。バイバイ、メッチです。今回はバーストヘッドさん。バーストです。俺だ。これで HK454 のワンタッチカービン機とか、すごいのがこうワンタッチでこう本当にワンタッチ早い、ユーザー目線で作ってみました。結構シャ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 、それ1本でメインアーム、サイドウェポン、一気に出ちゃうんだよ。そうだからですね、触れちゃったら左構えできて、左の時はこうやって出て右の時は、これどうやって戻ります？カチャッとやって、右側の時はワンタッチとか言っときながら片付きとか、フレさんどう？全然全然、めっちゃいいよ。バーストヘッドさんのこういう 3D プリンター製品って結構合成がしっかりしてますね。そうです、めっちゃいいよ。トップレールの 20mm レールも手前から奥までしっかりなってるし、細かいところ言うとちゃんとこういうところに切り込みが入ってて、アイアンサイトにもなるように、アダプターでこの M4 ストックがつくようになってるので。バーストヘッドさん、お邪魔させていただきました。ありがとうございました。チャンネル登録お願いね。エッチです。今回はニトロパッチさん、お邪魔させてもらってます。今回はですね、前の時になんかヤモリだったんですよ、雲になってるんですよ。行く度に増えてる、うん、今回も和柄ですね。和柄のものと迷彩柄のものと、あのプライムっていうあのハンティング迷彩系がね、今回あの2つと、あと和柄系が、まあ何種類かございます。かわいい、それでございます。こちらもあの蓄光の糸を使っているので、この白い部分が光るようになってます。こちらのデザインも同じく光るようになってます。そう、リストバンド可愛いから、このウルフちゃん。僕犬派なんで、犬とも若いぜ、犬を信じよう。猫派だけずるいっていうので、犬派を作れと。これですよね、大好評でございました。ハサミ猫もちょっと種類増えてますよね。可愛かったりハイセンスやったりとかね、何でもござれでやっておりました。日々進化し続けるニトロンパッチさんですね。この子たちもですね、あ、そう、光った、蓄光で、蓄光になってます。ニトロンパッチさん、お布団ありがとうございます。チャンネル登録お願いします。メッチです。今回はイズナイトケミカルさんにお邪魔しております。体験してもらったのが一番早いと思うんで、一般的なシリコングリスの滑り感、それがうちのグリスから、え、引き出しよ、梅雨の引き出し冬の引き出し分からん。こっちが200-300g かけなあかんとしたら、半分以下の力で動いちゃう。グリスなんですけども、シリコングリスカルシウムを機材としてるんで、ゴムとかシリコンとかプラスチック、ポリカとかメカボックス、丸々1本これでいきます。3種類あるんですけども、はい、このグリスタイプとオイルタイプが2種類、奥まで届かせたい時と残したい時は。ボトルはこれどっちも同じなんですけども、ニードルボトルになって狙ったところに落とせるんで、今スプレー使ってメンテナンスしてる人とかは、はい、こういうのに変えた方がロスが少ないんで。イグナイトケミカルズさん、お邪魔させていただきました。チャンネル登録お願いします。お願いします。高評価、高評価、チャンネルフォローお願いします。サバゲー女子がバトンの CO2 ハンドガン打ってみた。ショートを意識してます。見てもらいたいから。結構破裂の音がすごい。どう？このバッグすごいガッチャンガッチャンして、すごく楽しい、楽しい、すごく楽しい。はい、というわけでフレさん、ショットショージャパンさんの
ショート編集お疲れ様でございました。ありがとうございました。どうでした？モリモリ詰め込みたいけど、ショートやけん1分しか詰め込めんのに、それでこうちょっとジレンマがあった。あの先方さんもいろいろ新しい紹介者も増えるし、あの最新のやつをどん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 追っていくことで、あのそのショップさんの歴史にもなると思うので、そうだね、頑張っていってください。頑張ります。はい、次はチューブガンマかな。チューブ毎週水曜日、サバゲー動画を投稿しております。第一水曜日はトーク系動画を投稿しております。月に1回を目標にライブ配信も行っておりますので、ぜひベルマークの通知もお願いします。はい、というわけでございました。ね、フレさんもでも編集ペース早くなったね。そうだよね。せーの、じゃーん、バイバーイ。チームガンマ楽しみだね。めっちゃ楽しみ。ショットショー以外のミリタリーイベント行くの初めてじゃん。そうやね。なんかマップ見ててもかなり楽しそうな、うん、取材回りきれへんかもしれないね。ねえ、自分らのあれもあるし。